はい、というわけで皆さん、こんにちは、サーキムでございます。今日は2022年9月25日の日曜日ということで、まあ、何の変哲もない日ではあると思うんですが、私、サーキムチャンネルにとってはですね、一つのウィークリー企画が終わる、そういう一日になります。NAB48 27枚目シングル、好きだむし発売記念スペシャルウィーク、好きだむしウィークの方が本日で閉幕ということになります。というわけで今回の動画はですね、その好きだむしウィークの1週間を振り返った後、閉幕宣言をさせていただいて、この1週間を締めくくろうじゃないかと、そういう風に思っております。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いします。というわけでね、1週間の方を振り返っていきましょう。まずは2022年9月19日の月曜祝日、こちらの方は私がまあ動画投稿したぐらいかなと思います。開幕宣言とそして MV の感想を語った、そういう動画になってますんで、ぜひともご覧いただければと思います。この日からスキダムシウィークの方が始まりました。そして翌日2022年9月20日火曜日の方はフラゲ日となっております。この日はね、私が CD 購入させていただいた、まあ、それぐらいかな。 NAB も大きな動きなかったかなというふうに思います。そして2022年9月21日水曜日、発売日です。よいしょー、ということで発売日でございました。動画投稿もねさせていただきまして、 CD の開封とそして生写真の披露もしましたよと、そういう一日でございました。でこの日はメンバーが YouTube の方を更新しまして、なぎちゃんとそしてかりんちゃんですね、この二人が動画の方を投稿いたしました。なぎちゃんは、まあ、チヒとかワカポンに電話をするような内容、そしてかりんちゃんはコジマムシというね、これなかなかシュールで面白かったですが、それぞれこの選抜14人の、まあ、自分も含めた個性を生かしたような、それをカギンちゃんが表現したような、そういうちょっと面白い動画でございましたね。そしてまあこちらのナギチャンネルの方なんですけれども、これね、なかなか面白かったのがね、チヒーですよね、このチヒーの会話。チヒーはこの21日の、スキダムシ発売のことよりも、なんと、糸井選手の引退試合の方が大事だったようでございまして。まあまあそりゃね、阪神ファンなんですから仕方ないよなとも思うところなんですがなかなかこれ面白かったですね。僕もちょっと笑ってしまいました。はい、というわけで続いてはですね、蔦恵比寿橋の巨大ビジョンにこの日はなんと杉田虫の宣伝映像の方が流れたんですよね。私もこれ当日に、まあ、たまたまその心斎橋の近くで用事があったんで見ることができたんで、見ましたけれども、すごくね、あんなでっかい映像で、すごいっすよね。ほんまにありがたい話だなと、そういう風に思うところでした。いや、蔦恵比寿橋さん本当に毎回ありがとうございます。そして翌日2022年9月22日の、木曜日ですね。木曜日はチーム N 挑発の青空の MV が公開がなされました。ここでね、まあまあ DVD で僕見てたんで、そこは分かってたところだったんですが、ハーサちゃんとミオンちゃんの参加っていうのもね、分かられた方も結構多いんじゃないかなと思います。ただね、これ一瞬僕思ったのは、サカタンもいるわけなんですよ。これサカタンはもしかして事前に昇格を聞かされていて、そしてあの時は演技だったんじゃないかって、ね、一瞬思っちゃったんですが、もちろんそんなことなくですね、このハーサちゃんのインスタが先日更新されまして、それを見てみると、2人がまあ卒業した後に出ないかというふうに声をかけてもらったっていうことがあったようでございました。まあ、この2人も含めたチーム N でね、当時勝ち取った MV だったということなんで、まあ、この2人も参加できたんだろうなというところでございますが、まあこういうところがなんだろう、 NMB48 の優しさといいますか、僕自身はそういうのを感じたかなと思います。やっぱいいですよね、こういう心温まるエピソード、僕は大好きでございます。そしてその日の夜中ですね、 NAB48 ネモストが放送されました。チヒがまあメインの回でございまして、まあゆうなちゃんと淡路島でいろいろ食べたりとか、シンシンとワダダに髪の毛洗ってもらったりだとか、あとはまあアンジュちゃんとユナナンが京都マラソンに挑戦しますよと、これ確かこの番組の初出しでしたよね。なかなかびっくりしたなと、そういう印象でございましたけれども、その中でね、2つ気になったことがございました。一つは、MV のミドルンらしき人がなんとミドルンじゃなかったというチヒ団そうだったんだと、まあまあね、こういうのはちょっと事実を知りたかったんで、非常に嬉しかったなと、そういう印象。そしてもう一つは、まあ、やっぱりね、髪の毛洗ってもらう企画にワダダがいるというところで、ワダダは前日お風呂に入ったんですかね。そして翌日9月23日の金曜日祝日は、動画投稿を私させていただきました。 CD ショップ3店舗を巡っていくと、そういう内容。そしてカニちゃんも動画を投稿しまして、MV のメイキングを載せてますんでね。まあまあ、どっちも合わせてご覧いただければいいなというふうに思います。はい。そして9月24日翌日は、
午前中ですね、朝の方ですね、ウーカちゃんの方が動画の方を投稿しまして、こちらもまあ MV メイキングでカリンちゃんとはまた違う目線で見せてくれたのも嬉しかったなと思うところでございました。そして私は生配信を行って、そして本日25日で閉幕ということになります。まあ本当にね、この1週間いろいろありましたけれども、非常に楽しかったなと思いました。生配信がね、多くできなかったのは申し訳なかったんですが、まあその分ね、動画の方は濃くさせてもらったつもりだったので、本当に良かったんじゃないかなと、そういう1週間になったんじゃないかな、そういうふうに思っております。それではこの後はですね、まあ、その1週間を振り返る、まあ、スライドショー的な映像を作りましたので、そちらの方をご覧いただければ幸いでございます。それではスライドショーどうぞ。先生、私たち NMB48 ファンは好きだ虫発売のこの1週間を全力で盛り上げることを誓います。キダムシウィーク開幕でしょう。キダムシウィークの一発目の動画として今回を取り上げるのはミュージックビデオでございます。可愛らしさ、まあ笑顔ですよね。その笑顔による可愛らしさっていうのが本当に際立ってるミュージックビデオになったんじゃないかなと思います。さやかちゃんが持ってたゴールデンバイク、それがまあミルドに引き継がれまして、でまあチヒーにバトンが繋がれるっていう、チヒーが受け取る日が来たんだみたいな、エモすぎるっていう風になったのは僕もそうでしたし、皆さんもそうだったと思います。投げる役がね、あれ誰なんだろうね。会いたくてしょうがなくなる。今日は2022年9月21日の水曜日と、 NMB48 27枚目シングル月だむし発売日ですよ。しょう、和田美優ちゃん、和田だです。和田だ、おお出たよ、デブー出たよ、デブー、お、これはあの一息じゃないですかこれね。それでは記念にデグマ、おお、マコチですね。あ、マコチね、これは美しいですね。最高っすわ。これ1個の価格では収まりきりません。おっとおっと、これはもしかしてと思われた方もいらっしゃるかもしれません。そうです、今回ですね、なんとついに全種類集めさせていただきました。チヒですね、川上千尋ちゃんです。塩月恵子さんです。なぎちゃんですね、渋谷なぎさちゃん、ジョンシエちゃん、かわいいね、カニちゃん、小島カニちゃんだ、はい、ミカニャンです。そして若ぽん、シンシン、おしんちゃん、はい、若ニャンですね。次は趣味の若菜ちゃん、泉彩乃ちゃんですね、アーノ、はい、レイコちゃん、はい、ウーカちゃん、次は春ちゃんですね、春ちゃん、金のジオンちゃんです。左手にこういったポスターが貼られております。いわゆる選抜の後ろの方のメンバーのポスターが貼られていると、そういうことになります。この位置のね、撮影が若干しづらいなという、撮りにくいんですよね。無事カメラに収めることができました。いや、かわいいっすね。これはもうね、自慢の推し面、テンション上げーでございますね。今回初選抜のジオンちゃん、そして23作連続だったかな、選抜のウーカちゃん、ここが並ぶと。チームメンバーのね、長髪の青空のミュージックビデオ公開されましたね。月だむしと、もうすごい、もうなんかこのアーシャをちょっと安売り感が半端ないんですが、10月の10日やったんだな、ほらほら、10月10日、一応スピーツがこの場所が最終営業日、もうすぐこの場所ではなくなってしまうというタワレコード難波店さんでございますが、エレベーターから降りると早速ここにもね、一緒に好きだ虫ポーズで盛り上がりたいというふうに書いておりまして、皆さんの愛が、愛という道具が私の心のキャッチャーミットにストライクを入れました。これ本当名言ですよね。上司日本バスケンさん、完全プレーテント、またチヒのシーンでございますね。なんかこのシーンに出くわすこと多いですが、それでは最後に私サザキングより閉幕宣言をさせていただきたいと思います。閉幕宣言、これをもって NMB48 27枚目シングル好きだ虫発売記念スペシャルウィーク、好きだ虫ウィークを閉幕いたします。
はい、というわけで総まとめとエンディングでございます。いや本当にねこの、第5弾のウィークリー企画、まあ生配信こそは以前ほどできませんでしたが、もうそれはちょっとねもう皆さんもお許しいただきたい。やっぱねあの時とやっぱり僕自身が、本当に状況が違っているというところもあるんで、もうそこはちょっとお許しいただきたいなというふうな思いではあるんですが、そんな中でもですね、こうやって1週間、好きな虫を取り上げ続けることができた、そういう1週間を作ることができたのは本当に良、かったなと、本当に嬉しかったなと、そういうふうに思っております。まあねこの NMB48 が新たな曲を出すたんびにやっぱり、改めて思うのは NMB48 というグループがですね、やっぱ僕の中では一番なんだなと。いろんなアイドルグループを見てきたつもりですし、やっぱね他の友人の、人がですね、やっぱ NMB48 以外のアイドルさんを好きということも結構多いので、僕ももう伊達に見てきてないつもりではいてます。その中でもやっぱりその人たちもいいと思うんですけど、僕自身はやっぱ NMB48 以外はちょっと考えられないかなというふうに思います。そういうのはねやっぱシングル、通して感じることもありますし、ライブもそうなんですけど、やっぱ改めてねNMB48 って本当にいいグループだっていうか、まあ、僕自身がですよ、やっぱり本当に、応援して楽しいなと、そういう風に思える存在ってこんなにいないと思うんだよな。なかなかねこんなに長く続けることができる存在というのもなかなか珍しいと思っておりまして、僕ももう今年でファン歴10年目こんなに続くもんかと、本当始めるときは想像もしておりませんでしたが、そういう風に思えるような、そういう存在になってるわけですよ。その中でやっぱこうやってシングルを出すとですね、やっぱりテンションが上がると言いますか、そのたんび嬉しいなと、そういう気持ちになるわけでございます。で今回もこの好きだ虫、なかなか僕自身の感覚ではあるんですが、なかなか久しぶりな NMB らしいキャッチーなタイトルでありながら、名曲と言いますかね、本当にライブで盛り上がるような、まあいわゆるスルメ曲というかな、ちょっと僕もはっきり知りませんけれども、そういった楽曲になってるなというふうに思うので、久しぶりのこの感覚すごく楽しいなと思ってます。まあ今までの曲ももちろん、みんな本当にすごかったですが、この好きだ虫も本当に、大好きな曲の一つになってるなと、そういう印象でございます。本当にこれからも NMB48 のメンバーと一緒に、歩んでいけたらいいなと思うし、まあどんなことがあってもね、楽しいことばっかだけじゃないと思うんですよ。やっぱり、辛いこととか悲しいこととかもあるかもしれないですが、まあそういったことがあったとしても、僕が NMB48 から離れることは絶対ないですし、これからも、彼女たちと全力で、歩いていきたいなっていうふうに思うんで、これからもですね、ぜひとも末永く、一緒にね、やっていけたらいいな、一緒にっていうか、まあファンとしてこの子たちをみんなを、そして全力で応援していけたらいいなと、そういう風に思っております。それでは締めくくっていきましょうかね。まあ寂しいですが締めくくりたいと思います。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めくくりさせていただきたいという風に思うわけでございます。はい、というわけで今回の動画はエンディングとさせていただきたいと思います。いやーちょっと終わるのはね、やっぱウィークリー企画終わるのは寂しくは感じちゃいますが、ただウィークリー企画っていうのはこの好きな虫に関しては終わるんですが、このね後もウィークリー企画があるんですよ。これもぜひとも皆さん楽しみにしておいていただきたい。12ウィークという新たなウィークリー企画が行われます。12周年ライブに特化した、形になりますので、皆さんぜひとも続けて楽しんでいただければ幸いでございます。それでは締めくっていきましょうか。めっちゃ寂しいんですけどね、まあもうね お時には終わりがつきものということで締めくっていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めくくりさせていただければというふうにわけでございます。2回言うたなこれ。はい、というわけで今回の動画はですね、 NMB48 スキダムシ発売記念スペシャルウィーク、スキダムシウィークですね、スキダムシウィークの閉幕宣言等々をさせていただきましたという内容でございました。いやーまあ何遍も言いますが、ウィークリー企画の終わりというのはいつも寂しさを感じるわけでございますが、また逆を言うとですね、新たな一歩をね踏み出す前に進む、そのきっかけにも一つなるかなと思うので、明るい気持ちを持って締めくくっていきたいなと、そういうふうに思っております。そして12周年ライブの特別の1週間、12ウィークも皆さんお楽しみに、よろしくお願いいたします。それでは締めくくっていきましょう。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しみにいきましょう。ありがとうございました。